はい、それでは今日は、2020年度、論文、弁理士、本試験最終合格1年で、見事されました、渡辺由加子さんをお迎えしてですね、合格までの経緯とか、まあ、どういうことをですね工夫してやられたかっていうことを、お聞きしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、私の方から、いくつか質問させていただきますので、まあ、それに対して答えていただくということでよろしくお願いします。はい、でまず、いろいろな資格がある中で、弁理士を目指そうと思ったきっかけをお聞かせください。はい、私は新卒で今の会社に入社したんですけれども、その時そこで知的財産部に配属されました。でこれは希望してそれが通った形で配属されたんですけれども、まあ、入社前は資格必ず必要なのかなと思ったんですけれども、入社したら全然資格のあるなしと仕事のできるできないはあんまり関係がないなと思って、そんなに必須でもないのかなと思ってたんですが、まあ、自分のその名刺に弁理士っていうの書いてあると、努力がすぐに分かってこう相手がいる交渉とかのシーンがあると思うんですね。でそういう時にやっぱり経験が少ないことが見た目とかからも分かってしまうので、そういう時に書いてあると、この実績はあるんだなっていうことがお相手にも伝わって、結果的に会社のその事業部発明者にいい方向に働くんじゃないかというのが取ろうと思ったきっかけです。そうですね、結構ね、最初はいろんなきっかけで弁理士にここ、をチャレンジされるんですけども、取った後ですね、結構ね、まあ持ってても持ってなくても、まあ試験に受かっただけっていう話なんですけども、結構プロ意識が結構生まれて、ですごく実力を伸ばされる方が、まあ、多いというのも事実ですね。はい、じゃあ2つ目ですけども、レックで受講する決め手ですね、弁理士の、講座を受講する決め手となったのは何ですか。はい、まず試験が難関資格なので、独学は、私はちょっと性格的にも考えられなくて、どこかの資格の学校に行こうと思ったんですけれども、その時にその周囲の先輩とか、上司とかが皆さんレック出身で、なんか他の資格の学校からレックに変わられた方とかもいらっしゃったので、評判、その周囲の方の評判を聞いてレック決めました。はい、受講した結果はどうでした。期待通りですね。そうですね、1年合格ベーシック講座というのを受講したんですけれども、スケジュールがすごいハードで、朝から夜までずっとレックにいるっていうのは大変だったんですけれども、まあ、結果こうやって合格できてるので、意味のあるハードスケジュールで、だったんだなと思います。なんかね、私が講義して教えていてもね、すごくしんどそうにしておられる方と、まあ淡々と聞いておられる方がおられてね、渡辺さんの場合はどちらかというと、なんか淡々と聞いていたように思ったんですけども、いやいや、もうこれは最後の方とかもう意識なくなってしまいそうなぐらい、3時間かける3個最長はそういう長さですね。長さで、本当に無理だって思う時とかもあったんですけど、やっぱりでもその今藤井先生おっしゃったような淡々と聞いておられる方、姿を見ながら、一人じゃない頑張ろうっていうのがありました。はい、それでは実際に学習を開始してレックのカリキュラムやですね、講師教材について、どういう印象を持たれましたか。どんなふうに役立ったかとかですね。はい、リックの、江口先生の講座は、私はその入門講座と担当基礎力完成講座と論文基礎力完成講座っていうのを取って、であとエルゼミっていうのを取っていたんですけれども、その入門の方の講座では知識のインプット
ていただいて、でそのLゼミの方ではそのアウトプットで、担当の方のアウトプットは、まあ、お家で担当の過去問を解くっていう形で学習を進めていて、こうその講義とかテキストの中で言葉を圧縮して、まあ、これを覚えるっていうのを教えてもらうの で、それを覚えたら、まあ、問題も解けるしっていうので解説の方もまあ丁寧に解説がされてて、間違えて分からなかったところも、うん、法文とかに立ち返って分かるように構成されていて学習しやすかったし、まあ、それやっていれば大丈夫っていうのが、うん、はい、ありました。で講義ではですね、必ず、頭に残すっていうことが大事なので、ポイント絞って担当試験に出やすいところに、まずはしっかりと頭に入れてアウトプットができるようにして、それから過去問やりましょうということをね、まあ、毎年、ね、皆さんにお願いしてるんだけども、やっぱりしっかりそれ守ってもらう方と、やっぱりこうちゃんと覚えて、でちゃんとアウトプットできるようにしてから過去問ってなると、うん、結構しんどいんですね。すぐに頭に入らないから、うん、でその辺は多分渡辺さんはちゃんと守ってもらったと思うんだけども、うん、どうですか？そうですね、守ってたと思います。その、うん、だんだん、ま、講義が進んでいくにつれて、うん、ついていけなくなる自宅での学習時間が足りなくなるとかっていうのはあったんですけれども、うん、まあそのなんだ学習する時は、まあ、その言われたことを覚えて、うん、でそれを私の場合は白い紙にとかに、うん、その書けるようになって、それから過去問解いて、で丸バツつけてっていうのをしてました。全部を全然書くわけじゃなくてキーワードだけ。やっぱりあれですね、今の勉強法を聞いてると、うん、単に講義を聞いて、うん、で、まあ、過去問やりなさいって言われて過去問を、まあ、知識がない状態で解いてね、答え合わせだけしてスッと流す方はたくさんおられるんだけども、ちゃんとねやっぱりアウトプットをして頭の中に入ったのをある程度確認してから、じゃあそれを過去問でどうやって使うかっていう勉強されたので、すごい効率的にね多分できたと思いますね、うん、だから結局は勉強時間が 長い人と、まあ、短い人がいるけども、ちゃんと頭に入るところは到達点なので、うん、まあ、そこをねちゃんと認識できたのが、うん、まあ、一つの要因で、まあ、成功のね要因ではないかと思います。あとね、今インプットの話をしてもらいましたけども、担当試験だけじゃなくて、まあ、論文試験も一気に、合格できたと。でその時に上級ゼミですね、まあ、L ゼミも一緒に並行して受けていただいたんですね。でかなりしんどかったとは思うんですけども、その書く答案をね、はい、ここはね結構みんなしんどいんですよ。どういうふうにされました？でも毎週そのエルゼミがあるんですけれども、うんうん、その冒頭で必ず討論が、今おっしゃった討論があって、うんうん、そこでその試験と同じ時間で問題を解くっていうのがあります。でそこはもう本当にやっていてよかったなと思って、うんうん、私の場合はその講義が始まる前の1時間くらいしか覚悟できなかったんですけど、うん、そこでその出るところを事前に教えていただいていたので、うん、そこに関する覚えるべきこと、これももう用意されてる的、ここを覚えればいいっていうのがあるので、それを覚えて、で1時間ぐらいで集中して覚えて、その後また1時間半ぐらいかけて実際に問題を解く、うん、さっき覚えたことを解く出すだけなんで、まあ、できるんですけれども、実際に書いてみると、でそれを採点していただいて返してもらうと、自分の悪い癖とか、ここは覚えたつもりだったけどポイントをちょっと外してたなとか、そういうことが明らかになるので、本当にその実際に書くっていうのはした方がいいんですけど、早いうちからなかなか独学だとできない。だけどですね、やっぱりこうインプットをして勉強した後に、まあ、取材範囲がね、まあ、教えてもらえるとしても、かなり
の量を書かないといけないから、はい、そこでそのちょっと前の1時間ぐらいですかっけ、うん、でまあそれだけじゃなくて担当試験、用の勉強もちゃんと条文をね、はい、の自由な要件をね、はい、書くようにされたのが、うん、やっぱりそれ頭の中に入ってた要因ですね。そうですね、うん、で渡辺さんの回答と俺とか、うん、私もずっと毎回こう答案つけてね、やっぱりあの文章表現がすごく丁寧に書いてもらってたので、うん、すごく点数がつきやすいんですね。あともう一点はやっぱりあのゼミでこういうふうにしてくださいねって言ったら点数の取れる取れないというのは、うん、三段論法できちっとねこう事実と条文を正確に書かないといけないですっていうことを、まあ、みんなに、指導してるんですけども、結構忠実に守ってもらっていたように思います、はい、で全てね最初からね全部書けるわけじゃないんだけども、うん、全体を俯瞰して書けるところを確実に書かれていたっていう印象がありますね。だから結局はちゃんと頭の中に入れる勉強をされたのがすごい良かったなと。だからね、一旦書いてね、はい、見直してあここが悪いんだなっていうのは分かったと思うんですけども、やっぱりこう人間ってほら忘れていきますね、はいはい、絶対抜けていくんだけども、まあそれを1年の勉強でなんとか頭の中に留めた、はい、なんかコツってあるんですか？コツは納得するっていうです、ね、その、うん、趣旨とか覚えるの長い文章を覚えるんですけど、うんうん、まあ、そこで江口先生が教えてくださったキーワードだけ、まあ、抜き出して覚えるんですけど、その時に完全にちゃんと全部理解できなくてもいいから、なんとか自分の中で理由をつけて、うんうんうん、あこれだったら確かに平等にできてるなとか、そういう納得をする、三段論法もこの書き方だとすっきりまとまるんだなっていうのを自分の中で落とし込めると時間が経っても思い出せる。なるほど。やっぱり納得できない趣旨とかはずっと思い出せない。うん、やっぱりね弁理試験って結構記憶する部分というのはすごいね、まあ、英単語を覚えるみたいに多いんですけども、ただね記憶するのも何も考えずにこう理解もねこう上っ面だけのところをパッと覚えるのと、しっかり自分で噛み砕いて頭に入れてっていうのはちゃんと意味が出てきますからね。だからそこで再現できて、あとは日本語でなんとか分かりやすく書けばいけたとこうですね。だからねやっぱりねキーワードは理解っていうところですね。そう、そこがねすごくねやっぱり勉強の姿勢が良かったなと思います。はい、じゃあね、勉強時間っていうのもすごく課題なんですよ。これは働き者ってねみんな勉強、されてるので、で1日ね、まあ、平日と休日の学習時間ですね、はい、こう講義を除いてどのぐらいされましたか。であと自宅学習ではどういったことを、まあ、心がけられたかとこうですね。時間は直前期じゃない時は、うん、本当にあんまりできなくてですね、うん、週にまあ2回か3回で1回2時間、うん、週に2日3日しか平日はできなくて、それの時も2時間くらいだったかなと思います。土曜日は日曜日講義があるので、うん、土曜日はまあ5時間とか3時間5時間とかそれくらいです。直前期は平日でも多分4、5時間で、お休みの日は多分10時間とかしてたと思います。あれですね、まあ時間はかけた方が望ましいんだけど、うん、それはもちろん覚える時間が増えるから、うん、ただやみくもにこう時間をこうかけるのではなくて、やっぱりこう理解したところをこう本当に頭の中に入れる、うん、それが早く入ればね別にすごく短くてもいいわけですね、うんうん、ご自身の取れる時間を考えてそれで勉強方法を決めたらいいと思います、うん、でやっぱり人間だから、はい、まあ、1日それ毎日勉強しないといけないっていうふうにね、うん、受験生からみんな思うんだけども、うんうん、どうしてもこう波ってありますね。でこうすごくねこうていうかな論文書いても担当してもスッスッスッとこう頭に入る場合とね、うん、やっぱりどうしてもこう詰まってねちょっと理解しづらいとか、うん、なかなか覚えにくいとか、うん、あるいはちょっと体調が悪いから、うん、そのやる気がちょっと
まあ、モチベーションが落ちるっていう必ずあるんですよ、はい、でそういう時ってどういうふうに克服されましたか？克服は私たまたま妹も今年国家試験があって、うん、なので、まあ、近くに住んでいたので、うん、一緒に勉強するとか、うん、妹も頑張っているんだっていうこととかすごく力になったのと、うん、あとはその YouTube ですね。 YouTube に勉強をコンテンツにした動画がたくさんあるんです、ね、うん、一緒に勉強しようとか、1時間くらい一緒に勉強するような動画とか、勉強の方法論を解説しているような動画とか、そういったようなものを見てやる気をこう起こしたり、まあ、あと大切なのはその勉強できない日が続いてしまっても、それでもうなんか見たくなくなるんですけど、もう一回戻ってくるっていう、うん、今日たとえ10分でもいいからもう一回開くっていう、そこ帰ってくるということが大事かな。そうですね、逃げちゃわない。もちろんね、私もね大昔に勉強したんですけども、同じ経験をしてます、うん、ただね、やっぱりこう一回やりだすと、うん、ざっといくんだけども、うん、やっぱりこうやる気がない時にこうずっと離れてしまうとね、うん、もうなんか気分もいまいちなんですね、うん、なんかやらないといけないのにやってないっていうのが分かるから、うん、だけど今言われたようにちょっとでもやると、うん、習慣づけをするというのと、やっぱり大事なことは、うん、やる気がなくなった時に外からの刺激ね、うん、それをこういろいろとこう求めて、うん、うまくね相乗効果を出していくっていうのはすごく大事ですね。まあ、人間ってそんな強くないから、うん、やっぱ自分一人でこう悩んでいるとね、どうしてもズルズルいってしまう時があるんやけども、結構脳がどう感じるかだけの話なので、うん、やっぱりこう外から刺激があるとあれっていう形でね、やっぱりやらないといけないとかね、こうやる気がこうやってる人見るとね、あんだけこう忙しくやってるんやからやらないといけないと、まあ外の刺激っていうのもすごく大事ですね、はい、はい。じゃあね、これから勉強を始める人へのおすすめの勉強方法ですね、まあ、いくつかも説明していただいたけども、改めて、はい、まあ少なくとも1年にねぐらいはかかる長丁場なんでね、うん、まあ、どんな風に勉強していったらいいのかっていうのを渡辺さんなりに、はい、まあ、サジェッションしていただければと思います、はい、多分どんな勉強もそうだと思うんですけれども、効率的に短時間でやるためには、自分の1回やったことを何回も復習して忘れないようにしないといけないと、うんうん、でその時に見ない、復習しないといけない対象がたくさんあると、うん、この本も見ないといけない、あのノートも見ないといけないってなると大変なので、まあ、どこか一箇所に情報集約するのがおすすめです、まあ、それは江口先生も講義でおっしゃっていて、情報の一元化っていうのはずっとおっしゃっていて、で私はですね、紙4本は司法対象、ね、これこういう司法対象っていう本があるんですけれども、っていて、これのいいところはスペースがいっぱいあるんですね。条文の書いてない、ちょっと見えるか分かんないですけどあるので、まあそういう空きスペースにこういった自分で表を作ったり付箋を貼ったりして、うん、情報を集約します。でこれを見れば復習できるってものを用意する。でそうです、紙4本は司法対象で、下3本は江口先生のコアレジュメがあるんですけど、コアレジュメというレジュメに書き込んでいました、まあ、そういった形で情報整理しておくと気分も落ち着くのでこれがあるからっていうことになるので、そうですね、うん、でこれってね、まあ、全然違う例えなんですけども、うん、部屋をねこう例えば片付ける時でなかなかね片付けができない人とやっぱりできる人っているんですけども、片付けのなんかこうアドバイザーみたいな方がおられるんですね、うん、でまあ、そういう人が言うのは、場所を決めて今日はもうしんどかったこの分だけ、この分だけってやると、そこだけだったらそんなしんどくないからできますね。そうするとね、そう片付いたら一つの成果になるんですよ。じゃあ一つできたから、じゃあ次っていくつか何回かやればもう終わると。で弁試験もね、さっき話をいただきましたけども、資料もいっぱい出てきます、勉強したらね。で7科目法律もあるのでたくさんあるんだけども、
まあ、整理整頓して一元化して見やすくして一つ一つ押さえていけば、まあ、必ずというか進んでいるというのは確実に実感できますね。そうです、そうです、で整理整頓したらね、うん、どこが進んだかね、はい、分かりますし、で、うん、書くことがちょっとモチベーションにもなるというか、自分が綺麗に書いた表とか、まあ、それはもうそのまんま根口先生のレジュメから写しただけだったりするんですけど、それでもこう自分が書いたのがこう見れるので頑張ってるなというのが、うん、どんどん思えますし、そうですね、おすすめです。勉強ってね、やっぱりね、あの頭に入れるのも、ま、前処理というかね、うんうんうん、最初にきちっと整理整頓した上で、あとはこうずっと覚えるモードに入るのと、全然整理せずにね、やみくもにやるのでは効果は的面違うでしょ。全くやる気しないし、何やってるかもわからないし、ということですね。だからまあ整理整頓をして、まあ、やってくださいねっていうのをかなりちゃんと、理解して実践いただいたかなと、はい、これも勝因の一つですね。そうですね、はいはい、分かりました。じゃあね、あとね、担当本試験、論文本試験、まあ、先ほどもちょっと出ましたけど直前期ですね、はい、あの1年間、まあ、それなりに、まあ、知識をずっと入れていって、うん、最後直前というのはすごい馬力を出さないと、うん、まあ、なかなか受からないですよっていうのはもう昔からねよく言われてることなんですけども、渡辺さんの場合は、まあ、直前期どのようにまあ過ごされたかということですね、はいはい、担当 の、 あの直前期はもう、新しいことはもうしないで、うん、あの過去問の過去自分が間違えた問題をもうひたすら復習するのと、うん、まあ、せっかくこれがあるのであの見返して、うん、でそれもあの今日はここから何条から何条まで見る、うん、で担当の過去問も今日は何ページから何ページまでやるっていうのを、うん、あの決めてそれを復習するっていうことに徹していました、うん、あ、やっぱりね、もうなんとなくね、やっぱり合格できたなっていうのはそれなりに理由はあるなっていうのは私もだいぶ納得してるんですけども、うん、今までずっとやってきたことを、新しいことを最後にやらない。で、やったことも本当に頭の中に入ってるかっていうのは、入る勉強をされてきてもね、やっぱりどうしてもこう抜ける。で、そこを完成させるっていうことをやられるとね、まあ、やってきたところってもう本当に試験に出るところなんですね。で、まあ、完璧にね、あの担当試験の60点取らなくても39点で受かるんですね。で、渡辺さんの場合は、それをやられたんで49点でしたっけ？48点ね。だからもう1年で48点っていうのはすごいことなんですね、はい、で論文も、そうやってね直前いろいろ書かれたかな。論文は、うん、あの1ヶ月間ですね、それまでエルゼミの間、うんうん、そこまでは担当の勉強しかずっとしてなかったので、うんうんうん、あの論文に割ける時間っていうのは本当にエルゼミの講義とその前の1時間しかなかった、うんうん、そこを担当終わってから1ヶ月間くらい多分あったと思うんですけど、あのなので新しいことしないといけない状況ではあったんですが、そこでその結構あもうこれ1ヶ月では無理だろうなって思ってたんですけれども、意外と大丈夫だったのはあの先ほどおっしゃったように、うん、Lゼミでやったことが頭に残っていて、うんうんうん、納得しているので、まあ、なんとなくは覚えていて、うん、なのでまあその1ヶ月間でまだ覚えれてないっていうのは Lゼミのテーマにならなかったけれども、うんうんうん、まあ重要な部分とかを覚え直すのと、あ、覚えるのと、あとはその Lゼミのテーマだった部分をもう一回復習するっていうことをしてました。やっぱあれですね、ずっと1年間通してかなり仕込みがね、こうできていたっていう感じですね。だから渡辺さんのね、論文とかを採点しても、そのやっぱりその範囲を決めて、取材してますから、まあ、事前にどこ出るかある程度教えてね。だけどそこをきちっとね、まあかなり深掘りでそれなりに書けるようにしてされたので、まあ、結構こう上級ゼミでもベスト上位10番ぐらいに入ったりねしてましたね。でそこでね仕込みができていた。で最後の仕上げの時に仕込みができてない状態でガーッとやるとしんどいけども、できてるからあと本当に仕上げになる。
ったんだと思います、うん、でかなりね仕上げでね文章がこうきちっとね三段論法で納得して書いていただくというのをしたんでしっかりしてたんですよ文章でね見ててね。だからその論文もちょっと失敗したところですよね。あ、試験本番は本当に失敗、若干読み間違えたとかしてたけどもただ書いたことがすごくねちゃんと点数になってたということと、うん、渡辺さんの場合は後でお聞きするとどこ失敗しましたっていうのがちゃんと分かってるんですね、うんうん、でそれ以外は失敗してないという話どうか、そうですね。だからやっぱりねずっと一つ一つをご丁寧にちゃんと理解して頭に入れて習得して、もちろんそれは忘れるけども直前期にその仕上げをした、それがねやっぱりね成功の要因だと思いますね。だからたまたまねラッキーで1年でこうというかな得意なところだけ出たからっていう人もいるかもしれないんだけども、渡辺さんがかなり安定してね、で失敗してもね論文点数あったんでね、やっぱりこう実力がついてたんだと思います。それでは試験当日にあると便利なもの、うん、気をつけるべきことなどですね、当日、当日あると便利はちょっと、うん、そうですね、まあ皆さん当然持っていくと思うんですけど、こういう、まあ、自分のお守り的な教科書とかノートがあると思うので、うんうん、まあ、それは持っていく。で気をつけるべきことは今まさにおっしゃったように、うん、失敗しても諦めないということで、うん、私はその特許法が最初にあって、その後衣装商標って論文試験あるんですけれども、うん、特許法が終わった時にはもう絶対落ちたって思ったんですね、うん、でもう衣装商標これ受けて帰る意味あるのかって思うんですけどまあ休憩時間に気持ちを切り替えて諦めずに、うん、解いて帰ってきたので今があるので、どんなミスがあってもですね諦めずに最後まで集中して試験に、それ大事ですね私もね大昔ですけども、特実、異常、条約と5科目が、論文試験であってね、で1日目が特実だったんですね、うん、で2時間2問が、2セット、うん、で実用新案法で、特許を受ける権利のね、なんかややこしい話があって全然書けなかったんですね。でね、もう残りというかな20分ぐらいで一問白紙、えらいこっちゃいうので、もうでそういう時って人間ってね、もうなんかね、もういいわってで、ね、もういい、もうやめっていうふうに思ってしまいそうになるんだけども、最後まで諦めな。っていうふうに先輩に言われてたんで、もう力を振り絞ってね、変えたんですよ。まあそんな点数よくなかったけども、でそこで切り替えて、でまた次の日、その次の日も試験受けたらね、まあだんだん良くなっていってね、良かったんです。だからやっぱ諦めないってすごい大事ですね。何があるか分からない、相対評価だから、そうですね、何があるか分からない。確かに相対評だから、相対評みんなできてないかもしれない。そうですね。確かに。じゃあ最後になりますが、今後の目標と、まあ弁理士受かったんでね、はい、今後どういうふうに、弁理士としての、まあ、スキルを高めていくか、であるいは2021年に弁理士試験を受験する方々、2022年度弁理士試験に向けて今から勉強、学習を始められる方々ですね、はい、まあ、その人たちに簡単にメッセージをお願いします、はい、まあ、私の目標はこの試験合格したことに満足せずに、それこそその弁理士というものに恥じないように、そう知識抜けないようにちゃんと継続して勉強して、いざという時にその力を発揮できなかったら肩書きだけあっても本当意味がないなというのは思うので、なのでちゃんと現役でいれるようにっていうのを目標に頑張ります。これから受験される皆さんは多分短期で合格する、一発で合格するっていうのってすっごく時間をかけないと、勉強時間たくさん取らないと無理なんじゃないかなとか、すごく頭が良くないと無理なんじゃないかなって私思っていたんですけど、そう思われる方もいらっしゃると思うんですけど、そんなことないということが分かりましたので、ちゃんと効率よく教えていただいた通りにやって、本当
私教えてた通りにやっただけなんですね。なのでそうやってやっていれば凡人でも1年合格できるということが分かりましたので、皆さんも頑張ってください。そうですね、まあ、逃げさえしなければ、ね、継続すれば一回逃げてしまってまた戻ってきたら大丈夫、うん、はい、はいはい、じゃあ今日はありがとうございました。貴重な話を聞けたと思いますので、皆さんもこれから頑張れる方、受験を目指される方も参考にしていただければと思います。はい、じゃあこれで対談を終わります。はい、どうも。